居合道入門編会。そもそも、受け流しって何ですか？受け流しとは、全日本剣道連盟制定以来、12本中の3本目の型です。公益財団法人全日本剣道連盟とは、日本においていわゆる剣道を中心として、居合道、浄道など武道を統括する団体です。その中の居合道部は1956年に創設されました。1969年に居合道各流派の基本的な技や動作を総合し制定されたのが、全剣連制定居合とされます。制定居合は入門用に全国統一型として作られたので、今では最も普及した居合型になっています。その12本の中の3本目が、受け流しという技の名称です。この後居合型の動きを示しますが、あくまで一人稽古の記録です。もちろん指導教範などではありません。武道、居合道に興味のある方の入門のきっかけになれば幸いです。3本目、受け流し。想定説明。左横に座っていた敵が、突然立って切り下ろしてくるのを、しのぎで受け流し、さらに袈裟に切り下ろして勝つ。斬新を示しながら、逆手の納刀、ご視聴いただき誠にありがとうございました。いかがでしたでしょうか？居合道入門編会では、居合を始めた頃に感じた、なんだろう、に答えています。
興味のある方はよかったら、右下のチャンネル登録で、イアイドウワールドへ入門してください。また気軽にコメントもしていただけると、動画制作の励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。